カタギンとは、モンゴル部に属する遊牧集団の名称。原子などの漢文資料では、ゴートウキン、ゴートウキン、ゴートウキチ、ゴートウキチ、ゴートウキン、ゴーテイ、セツ、では、カトキンと記される。書籍によっては、カタギン、カタキンとも表記される。現状筆によると、ボルテチノの子孫に、ドブン・メルゲンという人物がおり、その妻がアラン・ゴアであった。 ドブーンメルゲンに先立たれた後、アランゴアは、光の星の子供を見ごもり、ブグーカタギ、ブカトゥサルジ、ボドンチャルという三人の子供が生まれた。この三兄弟の子孫がそれぞれカタギヌシ、サルジウトシ、ボルジギヌシになったという。後に、モンゴル部では、ボルジギヌシが支配種族となり、その一派キアとボルジギヌシから、チンギスカンが登場し、モンゴル帝国を建国した。 しかし、カタギン氏、サルジウト氏が、ボルジギン氏に近しい一族であることは、モンゴル帝国、大元ウルスでも強く意識されており、国家と同源にして移住、サルジウトの祖先は、国家と同じ出羊で、親族の中でも最も高貴と表現されている。12世紀のモンゴル部の中で、カタギン氏、サルジウト氏は、かなり強力な氏族であり、近視には、豪邸近部、 山ただ昆布として登場する。金氏によるとこの二つの部族は、北方の強力な部族で、他の勢力に属さず、タタル部やコンギラト部の間を往来し、しばしば金朝の辺境に進行したという。また、金の上安三年には、王族のワンヤンソウヒロシが軍を率いて、ザトカツラ山でベルグテイ率いるカタギン、クビライ率いるサルジウトの連合軍を破ったことが、記録されている。 金氏の記述などから、当時の仇氏、サルジウト氏の遊牧地は、フルンボイル地方の東北方、ハイラル川、アルグン川方面であったと推測されている。アルグン川一帯は、モンゴル部の源の住地であるが、ブルカンカルドゥンを本拠地とするボルジギン氏の遊牧地より、遠く離れており、この頃すでに、仇氏、サルジウト氏とボルジギン氏は密接な関係を有して、いなかったとみられる。 チンギスカン率いるキアとボルジギン氏から離れて、遊牧するカタギン氏、サルジウト氏はあまり、チンギスカンに、好意的でなく、カタギン部族長、バクーチョロギとサルジウト部族長、チルギナイバートルは、タ大中と、ドルベン、タタルといった所属と協力して、ジャムカを、クルカンに擁立し、チンギスカン率いるキアとボルジギン氏と対立した。カタギン氏、サルジウト氏は何度も、 チンギスカン率いる軍隊と戦った末、最終的に内満部が破れた時に、カタギムシ、サルジウト氏は、チンギスカンに降伏した。しかし、終始によると長期間にわたる戦争によって、カタギムシ、サルジウト氏の兵の多くは殺され、生き残った者は皆ど日の身分とされた。また、この時、チンギスカンは、我が一族は、彼らの娘は目取らないし、 彼らに娘を与えもしないと語ったという。実際に、片銀氏、サルジウト氏出身の人物で1206年、チンギスカンがモンゴル帝国を建国したとき、仙人隊長に任せられた者は一人もいなかった。チンギスカンによるモンゴル帝国建国後、幾人かの人材を排出したサルジウト部と異なり、モンゴル帝国時代に、 カダギン部出身の人物についてはほとんど記録が残されていない。わずかに、オルクという人物が、カダギンと名乗った事例が知られているに過ぎない。ライコアのカ銀ギン族の祖母グーカタギ。人2024ページ、金島紀93列伝31層広志伝、豪邸説者、与山忠、今回北方別部、実況中立、部署貴族。 大来ら広吉ひろきちら夏見ん、れんとし、なつみへん、みなにぶためゆきなり、そうひろしぜんぐんいたりざとかつらやま、ぐうただこんしょとうせだりょうぶ、田領部激の、ざ首千二百んにゃっきゅう、ふいくるこけ水すい、適正大きせいだいしゅく、おぜほうてい、せつぶちょふるたい、やただ、こんぶちこかずらつおよび馬足箇所使い、若者皆骨高賃二つ 25から26ページ。王国威は、金氏に登場するカタギン部族長ジロフル隊と、同一人物とするが、ペリオラは、シロフル隊は、ベルガテと読むべきで、バカコロギーとは全く異なる名前であると批判した。王国威は、金氏に登場する、サルジウト部族長子必ず、ラツと同一人物とするが、ペリオラは、シロフル隊は、 フビライと読むべきで、サー時代 BA アトルとは全く異なる名前であると批判した村上1970、312から316ページ、村上1972、282ページしも2013、920ページ、陳2 0 29ページ。ありがとうございます。